シェーン・アーロン・ピーターソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サンディエゴ郡フォールブルック出身の、プロ野球選手。左投げ左打。MLB カンパベイレーズ参加所属。カリフォルニア州立大学ロングビーチ校時代は、投手、一塁、左翼、指名打者と四つのポジションでプレー。2008年の MLB ドラフト二巡目で、セントルイスカージナルスから指名され、プロ入り。 この年は、参加の A-9 バタビアマックドックスでプロデビュー。2009年7月24日に、マット・ホリデートの3対1のトレードで、ブレッド・ウォレス・クレイトン・モーテンセンと共にオークランド・アスレチックスへ移籍した。マイナーで高成績を残していたこともあり、2012年11月20日に40人枠入り。2013年4月、 小一類一種のブランドン・モスが妻の出産立ち合いでチームを離れたことにより昇格し4月16日のヒューストン・アストロズ戦に先発出場。翌17日のドカードでゼービア・セデーニョからメジャー初安打となるセンター前ヒットを放つ。この年のメジャー出場はこの時の2試合のみだった。2014年3月10日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。 この年はメジャーへ昇格できず、トリプル A 級サクラメントで137試合に出場し、打率308.11本類が90打点11盗塁だった。オフの12月11日にリーフとなった。2014年12月19日にウェーバー工事を経て、シカゴカブスへ移籍したが、12月23日に再びウェーバー工事を経て、 ミルウォーキーブルワーズへ移籍した。2015年は開幕を参加の AAA 級コロラドスプリングススカイソックスで迎えたが6月3日に昇格してからはシーズン最後までメジャーに帯同した。ガイアの控えとして93試合に出場し、打率259.2本類が16打点の成績を残した。2016年1月28日にディーフとなり、 2月4日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級コロラドスプリングスへ配属された。この年はメジャーでの出場はなく、トリプル A 級コロラドスプリングスで15試合に出場して打率34。347.3本類が7打点、4盗塁の成績を残した。2016年12月22日にタンパベイレーズとマイナー契約を結び、2017年の スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。2017年の開幕は、参加のトリプル A 級ダーラムブルズで迎えたが、4月14日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月2日に、コルビーラスムスの故障者リストからの復帰に伴って、ィーフとなり、5日に40人枠を外れる形で、トリプル A 級ダーラムへ配属された。 6月23日に再びイラスムスが故障者リスト入りしたためメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。7月27日にダンジェニングスとルーカス・ドゥーラの加入に伴って再びディーフとなった。7月30日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ダーラムへ配属された。5人兄弟の末っ子。大学では経済学、不動産、 法学を専攻していた。高校時代は二学とし人にログブ,ブラントリーがいた。ありがとうございます。